とく、おからとこんにゃくで作った麺とか、これうまそうじゃないですか、この写真。糖質ゼロですよ。本当にゼログラム。気分ですよ。ところがね、なんとですね、東北から九州でしか売ってないらしくて、通販で買うしかないんですね、北海道は。買いますか。いただきましょう。おからとこんにゃくで作った糖質ゼログラム麺。こちらの方ね、こっちが冷たくして食べるイラスト出てますよね。こっちはあったかいかけうどん風になってますよね。そういう風にちょっと細かく書いてますね、パッケージを。ということは両方で食べてみましょう。いただきましょう。おからとこんにゃくなのに真っ白です。真っ白。なんか水洗いするだけでね、あれ全然揺れたくていいんですって。便利ですよね。お味はどうでしょう。いただきます。うんうん、あ、これいいわ。あのコンビニ売ってる豆腐そうめんに似てるけど、もうちょっとなんかこう、これはいいわ。どんどんいっちゃう。うん、うまい。これね、糖質ゼログラム。ちょっとこう常に冷蔵庫には入れときたい一品ができましたね。ちょっとあったかい方もいただいてみますか。このね、ちょっと平打ち麺がね、こう、そうですね。ちなみにちょっとかまぼこは未遂らしくて、すいません、キムさん。いただきます。うん、これもいいな。これ飲んで帰ってきてからどうしてもなんかあったかい麺食べたくなる、またそんな時期でもあるんですけど、これだったら糖質ゼロですからね。ちなみに1食でカロリーが32キロカロリーで、食物繊維が 10.9グラム、レタス3個分ですって。 低糖質というか、炭水化物がゼロで食物繊維が入ってると、非常にありがたい麺類ですね。ほんとこれはちょっとこれから常備したいと思いますんで、ありがとうございました。美味しくいただきました。うまっ。いいよこれ。お疲れ様です。